皆さんこんばんは。テニスのいろいろお話する番組テニチューブ始めたいと思います。横山です、よろしくお願いします。石場です、よろしくお願いします、はい、さて戻ってきて、はい、戻ってきました、はいはい、テニチューブということで今日やっていきますのは、はい、テニエンスということでございます、はい、テニスを科学的なというよりも、はい、数値的なもので皆様にお届けするということで、うん、そう、これいつも言わなきゃなと思ってたんですけど、我々は物性的なものを調べて、うん、皆様に商品情報として持っていると。やっぱり打った感覚とはね、また違うじゃない、うん、だから打った感覚を見たいという方は、まあ、我々の物質的な情報を持った上でいろんな YouTube 見ていただいた方がいいのかな。スイングの角度によって硬く感じるのと柔らかく感じるの全然違うんでっていうところをちょっとお伝えしておきたいかなというところで、あくまで物質的なものということで、はい、聞いていただければと思います。はい、はい、何やってるかと言いますと、細マッチョスペック独自分析解説でございます。はい、ここからいきます。細マッチョスペックはというお話になりますので、いつも見ていただいている方はジャンプしてください。はい、細マッチョスペックとは、皆様もご存知、黄金スペックというのがマーケットに多々あります。どんなスペックなのか、100スクエアインチ、27インチ、ウェイトが300のバランスが32、まあ、厚みは今はいろいろあります。まあ、昔はねこんな厚みって言われてましたが、今はこのバランスウェイトでいろいろ厚みがあるので、ここは X とさせていただいているというところになってます、はいはい、で黄金スペックはもうどのお店にも必ずといいほどラインナップされているでしょうし、どのメーカーも必ずラインナップしていると。最近ちょっとそれを外してね、出してこれるメーカーもちょっとずつ増えてるような気はしますけれども、うん、とはいえ黄金スペックがないとなかなかこう、皆様のニーズに応えれないというところもあるので、必ずご用意されていますと。ただそんな黄金スペックも発売されてから四半世紀経ちますと、少し変わってってもいいんじゃないかなというご提案になってまして、黄金スペックを、うん、そうですね、刀鍛冶でいうところの、もっと叩いて叩いて、うん、もっと叩いて叩いて筋肉をちょっと削ぎ落としながらインナーマッスルを高めていくようにしていくと、細マッチョスペックになるんではないかなというところでございます。なのでちょっと小顔になりますし、身長は変わらずとも、重さは少し重くなると、筋肉量が増えているということですね。まあ、脂肪を落とすという考え方もあるかもしれません、はい、バランスは325以下とさせていただいておりまして、厚みは黄金スペックのちょっと薄め、黄金スペックを超えるものは細マッチョには入れないということになっていると、まあ、そんなこう条件を付けさせていただいたものを細マッチョスペックと我々勝手ながら呼んでます、うん、じゃあなんでわざわざ細マッチョスペックを取り上げるんだと言われると、先ほども言いましたように四半期経ってますから、うん、黄金スペックをずっとね、新黄金スペック、新黄金スペック、新黄金スペックと買い替えてこられた方々、やっぱり熟練度増してると思うんですよね、はい、なので若干ちょっと飛びすぎるであったりとか、無駄な脂肪感がちょっとあるとかですね、もっとアグレッシブにプレーしたいんだとか、もっとフルスイングしたいんだという方おられるんじゃないかなということで、そんな声も我々にたくさん届いているというところですね。でまた25年以上経ってますから、カーボン素材もテクノロジーも進化しているので、少し小顔になって薄くなったとしても、黄金スペック以上にパワーは今の時代あるよというところだと思います、はいはい、でいいところだけをいくと、コメントとしては、まあ、振りやすくなったりとか、スイングスピードが上がったりとか、コントロール性能が上がるとか、操作性が上がるっていうことも言われているので、ぜひ一度お試しいただくこともいいんではないかなと思います。はい、ちょっとね、まあ、簡単に言うと細マッチョって言ってますけど、フェイスサイズ変わるだけでも大きくパフォーマンス変わってきますので、そういうところはぜひぜひ試していただければなと。で細マッチョスペックっていうと、実は黄金スペックって332ってもう細かく決められてしまってるので、うん、モデル数がやっぱり決まってるんですよね、はい、30何モデルだったかな、はい、30モデルですね、ただ細マッチョね、かなりウェイトもバランスもいろいろあるのでということになってきていて、我々の方で勝手ながら分類してますと。細マッチョスペックっていうものを98の中で、細マッチョですから、さっき言ったように 300g 以上の中のラケットを引っこ抜いていったものを分類していきます、メーカー様がパワー系と言われているもの、我々がおそらくいろんな文脈から、汲み取った中でパワー系に置くべき商品というのはこの6モデルでございました。スピン系がこの4モデル、そして最後にコントロール系とよく言われるメーカーさんがあるんですが、だいぶね今変わってきてると思うんですけども、フィーリング系、はい、我々のテニマの中、テニシの中ではパワーとコントロールは共存するもの、その相反するものはフィーリングを感じ取りやすいラケットということでフィーリング系とさせていただいていて、その中にさらに2つの家族に分かれています、うん、フレーム形状です。ハイブリッドラウンド型と呼ばれるものがこの5モデル、
ボックス型と呼ばれるものはこの5モデルというふうに分けておりまして、もう細マッチョ、パワー系細マッチョスペック、ここ終わってる、スピン系細マッチョスペックもご説明した、ボックス型フィーリング系細マッチョスペックも終わっている、今やってるのはここだというところでございまして、今やってるのがフィーリング系ハイブリッド型、ハイブリッドラウンド型細マッチョスペックの独自分析解説でありますということでございます。はい。で、どのモデルがこの中にあるのかもう一度ご紹介すると5モデルあります。5モデルの1本目ブレード98、クラッシュ98、ブーンプロ、そしてエレベート、そして T ファイトの305ということでチョイスさせていただきまして、前々週かな、はい、T ファイトの305をご説明しました、うん、そして今日やっていくのがこちらクラッシュ98でございます。はい、ここでジャンプして戻ってきていただきまして、はい、今日やっていくのはクラッシュ98の独自分析解説でございます。はい、駆け足で話しました、はい、クラッシュはもう、なんだっけ、進化論争やりましたよね、はい、V1 から V2 になった時に、うん、多くのね我々昔お世話になったコーチの方々からなんかどういう風に変わったんだと、うんうん、人によっては硬いという人も柔らかいという人もいろいろいるんだけど、うん、なんでなのっていうので、我々この中で、進化論争、進化したかしてないかっていうお話をさせていただいた時にちょっと結構変わったよねって話をしましたよね、はい、でその時にやったのが100を皆さんご紹介してたんで、うん、今日は98でございまして、こちらの独自分析解説でございます、はいはい、キャッチコピーいきましょう、はい、2ですよね、2の方ね。ワンは覚えてる？ワン覚えてますよ。ワンは、ウィルソンの革命。はい、でその後ウィルソンの革命の続きを作ってね、エスラゲ出した時にやりましたけども、はい、2代目に直ってホームページを見ててももういろんなそのタイトルがあるから分かんないかったんだけど、ハッシュタグだけ1個、アンフェアクラッシュ。ああ、アンフェアって言葉ありましたね。はい、確かに、はい。アンフェアってあのドラマあったよね。はい、篠原さんのやつ。はい、刑事のやつ。かっこよかったね。アンフェアクラッシュということでございまして、どういう意味を込められているかというと、まあ、革命の時と同じなんですけど、パワーとコントロールってラケットの中にはこう相反するものだと、はい、お考えなユーザーの方がおられたり、それはそもそもなんでだっていうそういうメーカーさんが多かったんですよね、うん、だけどもこのテニチューブでも何回も話してますけれども、パワーとコントロールは安定性の高い剛性の高いラケットだからこそなり得るものだということでご紹介していて、もともと共存しているものなんであるということを言ってます、うん、はい、なのでパワーとコントロールを両立しましたっていうのは我々のテニチューブで行くならば、いやもともと両立してんじゃねえかっていうことなんですよね、うん、じゃあその相反するものなんだっていうと、しなりやすく剛性のまあ、緩いとは言わないけども柔らかく出るフレックスが高く出るラケットっていうのはパワーもコントロールも落ちるけれども、フィーリングを感じ取りやすい、フィーリングを求めるお客様も多いですから、ここが別々のものであろうと。でこれを初めてパワーとコントロール、剛性の高いのにフィーリング感じ取りやすいよっていうことに成功したのがウルソの革命、はい、ということで、今はそれをフェアじゃないじゃんっていうことを言いたいんだということだと思います。そうですよね、はい、で、今日はフィーリング系、うん、ハイブリッドラウンドの他のラケットのこう、うん、比較なのでスペック見ていただきますとこのようになってまして、黄色いところがクラッシュの98になります、はい、面のサイズ長さは全部一緒です、はい、続いてアベレージウェイトバランスを見るとこんな感じで、まあ、バラバラいろんなものがあるのでいつもの表を見ていただきます、この表は皆様から言って右に行けば行くほど、ウェイトが重い、はい、上に行けば行くほどバランスが重い、頭の方にねバランスがあるということですね。でいつも言うんですけれども、ここには黄金比ベルトというのがあって、この赤い線上ぐらいにあるラケットっていうのが多々あるで、人気がある、だからメーカーもたくさんいろんなモデルを出すというラインになっていて、300の30の黄金スピーここですわね、はい、で、30の315も多いですよね、うん、っていうようなところを結んでいるということになります。でこのラインよりも右上にあればあるほどトラックのような、特殊免許がいる、で動き出すには大変、ただ走り出しさえすればパワーが出る、左下は軽自動車ですね、操作性も高いし、
ぶつかっても痛くないかもしれないというような車でございます。痛いですよね、はい、絶対痛いです、ね。まあ、そんなイメージを持っておいていただいた上で、先ほどのラケットを分布していきますと、エレベートこちら、はいはい、ブーンプロ、うん、T5305 前週前々週やりましたね。そしてブレードとエレベートが一緒なんで、ここねかなりバチバチなんで面白いかな。で、今日やっていくクラッシュはこの中で行くと割と軽自動車っぽいんですよ。うん、ウェイトはね310あるんですが、バランスが306なんでちょっと微妙なところにありますけれども、ね、ラインよりは下にあって、本当はね310でももう少しバランスが、そうね、上の方が、うん、よくあるラケットとしてはね、うん、っていうところになっていきますよ。これだけ見ると、ん、軽自動車のように操作性高いのかなと思われるかもしれませんけれども、スイングウェイトを見ていきましょうということで、スイングウェイトはラケットを振るために必要な力、振れさえすれば発揮する力とも言えるかもしれませんが、今ねこれをもう少し手に、うん、チューブらしく測れるように、うん、はい、機材を買おうとして、うん、横浜さんがこの後もバイトでしょ、そうですね、はい、今日ヘルメット何色、今日はいや、そういうバイトじゃないそっち行くと思うから、そうじゃない、はい、このようにスイングウェイトを入れます。こんな感じでちょうど真ん中になるんですよ。手紙とか折ってます内職内職かとかじゃないよね、オレオレとかじゃないよね、電話でね。それはしないです、まあ、犯罪ですから本当自分の親によ、オレオレつってちょっと振り子とんないつ直接お願いしますそう、ね、はい、何の話かと思いきや、うん、はい、このね後ろの表だけでいくならば一番軽いんじゃないかなと思いきや、ちょっと重めなんですよ。そうですね、うん、だこれは質量の持たせ方っていうことになってくるので、うん、結果的にさっきの表で言ったらもうちょっと上にいいイメージしてもいいのかな、うん、だからブーンプロよりもちょっと振るときには大変かなと思っていただいてもいいのかなと思います、うん、その分パワーがちゃんと、そうそうそう、その分パワーが出るかなというところですね、うん、はい、続いていきましょう。厚みになります、ここが前回もちょっとお話しましたけどね、フィーリング系に入れてよかったのかな、うん、ただラケットとしてはフィーリングをすごく歌ってる98なので入れたかったって、うん、なぜならちょっと厚いんですよ、うん、他のラケットと比べると、まあ、その分パワーも出るとは思うんですけどね、そうですね、ただこの中で一番フィーリング感じれるんじゃないですかね、うん、クラッシュは柔らかいというのがあると、うん、それを今から言うからまだ言わないんだけど、ね、はい、今日焦ってるから大丈夫ですか、はい、で今この表でね 23.5 のフラットビームっていうふうにお見せしたのが、メーカーが発表しているここの部分で、横から見た時の厚みですよね。で、我々は勝手ながらグロメットを外して正面圧を全部測ってますということにございます。そちらの表がこちら、この0時、1時、2時っていうのはラケットの0時ですよね、はい、1時、2時、3時、4時、5時、6時、スローとボトムっていうと、ここを全て正面圧を測っていってます。皆さんからこういうふうに測っていってますね。グロメット外してね、グロメット干渉する場合があるんでね、はい、で、測っていったのはここになると。で、正面圧と側面圧、メーカーが発表している側面圧に我々が測った正面圧というものをここに入れている。で、正面圧かける側面圧をかけた時に、大体のその何ていうのかな、フレームのごっつさが出てくる、うん、で、ごっつい方を色濃くしているということなので、横に見ていただいたらレイジの部分一番ごっついのはクラッシュ、どこ見ても一番ごっついですよね、大体ね。ただ6時のヨークの部分だけがエレベート、まだご紹介していませんけども、こっちの方が分厚いということになると、まあ、これによってね、どの辺がどう動くのかっていう想像ができると思うんですが、今日の場合はクラッシュは全部ががっちりしてる、厚みとしてこのごっついってことですよね、はい。なので、まあ、細マッチョスペックの中にはもちろん入ってるんですけどというところになります。そんな中で、このラケットのパワーと安定性のためのテクノロジーは何なのかっていうと、カーボンの編み方45というものを採用されているということですね。ここに45ってロゴが入ってますけれども、ブレードの場合はね、フリーフレックスとか言ったりとか、前回のバージョン1のクラッシュの時はフリーフレックスって言ってたよね。要はしなりは大きいけれどもねじれないように、うん、作るカーボンの編み方のレシピ、うん、はい、どういうふうに編んでいくかっていうことの、うん、レシピのタイトルが45というものになっているということになります、うん、ここね、編む角度をね45度に編んでいくっていうところ で、はい、でこれをね、ウィルソンが発表した時には、他のメーカーも実は持ってたんだよねとか、うんうん、あれうちももう使ってるよとかってやっぱりいろいろあるんですけど、うん、やっぱこういうタイトルでね、うん、出すっていうところが、まあ、ウィルソンっぽいというか、うん、
ただそれをどう採用するかっていう方の方法がやっぱりうまいんだろうなっていうですね。あとまあこのしなりがね、うん、しなりの見せ方もすごかったですもんね、うん、45という素材があったとしても、うん、どういう結果のラケットを出すかまたこれいろいろ違うので、はい、ということになります。でこれで安定性を出しつつ柔らかさも出しつつ、もう一つ安定性というのはステーブルスマートということでここの形状ですよね、はい、フレームの、まあ、フレームって要はこのねじれがこう切るときにここですよね。ここが一番大きく作用する、まあ、これも力の入れ具合というとそれまでなんですけれども顔をどうこう、こう押さえるかこう押さえるかによっては動かし方が違うという部分ではここがね非常にこう広がっているということでここの形状ですよねがステーブルスマートというテクノロジーによって剛性が上がるということ、うん、はい。でしなりのためのテクノロジー先ほど言いましたね45で、まあ、どういうふうにしなるしならないでやっていると。じゃあしのごの言わずにしなりの数値を言えということなのでこちらをご紹介すると、はい、この表は皆さんから見て右に行けば行くほどこの順しなりが大きいラケット、縦軸は上に行けば行くほど縦しなりが大きいラケットということになりまして右上にあればあるほど全体的にしなりやすいので、ウッドの、うん、木製バットね、はいはい、次にね、プロ野球も終わりをそろそろもう終わりで、はい、もう最近毎晩涙してますけどね、はい、そんな巨人がビッグアップになってます。いやまあまあ一番は厚尾さんですよもう涙なしで見れなかった、まあ、その話はいいとして、はい、左下にあるのが金属バットということでございまして、うん、ラケット配置していきましょう。エレベートがここにあってブーンプロがここにある、うん、これ前回も話しましたけども、はい、縦しなりは全く一緒でございます、うん、順しなりだけがエレベートの方が柔らかい、うん、はい、続いてブレードに関してはエレベートと順しなりは一緒だけども縦しなりがブレードの方が大きい、うん、そしてティーファイトに関しましては順しなりはこの3本一緒だけれども、縦しなりが小さいということなので、はい、非常にこう剛性が高いということを前回お話ししました。クラッシュだけやっぱりボーン飛んでまして、うん、もう縦も横も順しなりも縦も非常に柔らかいというところになります。ただこれ前回ちょっとお話しましたけども、バージョン1は皆様から見てもっと右上にありました。はいはい。順しなりも縦しなりも、うん、もっと大きかったですね。あ、違う。縦しなりは大きくなってるんですよ。うん、V2 の方が。あ、はいはい。はい、で順しなりは小さくなってるんですよ。うん、だから左上にあったんだ。クラッシュはね。はい、これよりもこの辺にあったと思っていただければいいと思います。でちょっと右下になったことによってどうなったかっていうとバージョン1から比べるとフラット系、うん、こう水平にスイングする人は、うん、あ勝てって思うと思うんですよ、はいはいはい、ただちょっとね、下から上に擦り上げる、うんまあ、バーティカルなスイングをする人してみると、うん、やらかって思われると思うんですよ、うん、でこれが皆様が斜めで振るときにね、縦振り系の斜めなのか、うん、フラット系の斜めかによって、うん感じ方が全然違うっていうことになるっていうのをこの間ご説明したと思うんですよ。で前回よりもスピンはかかるようにじゃなってるんじゃないかなとちょっと思うんですけどもこんな位置それは新旧の話ですよ、はい、で今日はこの5本の話なのでということでこの中では一番しなりが大きいと、うん、順しなりも縦しなりもそれを斜め45度で計算したら第5位ということでやっぱり一番柔らかい、うん、だからしなりはこの5モデルの中で一番柔らかいからさっき横浜さんが言ったようにフィーリングが一番感じ取りやすいでしょうと、うんはい、そうすると今度うにゃうにゃになるじゃねえかよってなるのが先ほどもご説明したステーブルスマートがあるのでラケットをねじって臓器のようにねじった時の抵抗力はぐん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 と見るとクラッシュは非常に高い数値があるとすごいいうことなのですごくね柔らかいんですよこう、はい、だからこう柔らかいにもかかわらずうにゃうにゃしてこうしないこうはなるんだけど分かるかな、うんうん、っていうことが、まあ今で言葉で言うとアンフェア、ね、卑怯でしょ卑怯なラケットですよね、うん、僕っていうことですよね、はい、で先ほどの表と比べるとこう一番柔らかいくせに一番しっかりしていると、はい、すごいですね、うん、やっぱり V2 になってね新旧でいくと前よりこう変わっちゃったけれども、うん、っていうのはあるけれどもライバルと比べればまだまだやっぱり特殊なラケットであると言えるかなと、うん振動減衰衝撃吸収のためだけど特にもういらないんでしょうこれだけ柔らかいからね、うんはい、で、フィーリング入る技は細マスペックの中でこの表で見た時の次がストリングスパターンになります。でストリングスのたわみを大きくするためのテクノロジーは何が搭載されているのか
たわみが大きくなったらどうなるのっていうと、スイートエリアは大きくなるし、ボールを飛ばすパワーも大きくなるし、スピンもかかりやすくなるよということでございます。なのでストリングスのたわみを拡大するためのテクノロジーは何なのか。前々週お話しした T ファイトの時はたわみを大きくするだけじゃなくて、たわみをいろんなところで均一化するテクノロジーでございました、はい、ウィルソンの場合は均一化ではなくて真ん中のここのスイート度を上げるという、はい、そうすると周りも上がるでしょ、うん、格差はあるんだよ、格差があるよね、うん、はい、どの格差だ、はい、そうだ、いいとこ住んでるもんな、うん、ちょっと今歪んできてるけど、はい、っていう格差はあるんですけど、あのテネヤマさんは格差をなくそうとされた、うん、ウィルソンは格差はあるけれども全体をあのたわむようにしようとされているのがダブルホールということで、グロメットのホールが大きくなっている、うん、それからストリングスパターンということでちょっと上にねこうストリングスを持っていかれたと、だから広げてる感じですか、ね、広がったというよりは全体、うん、そう上に上げたのでこの辺がしっかりしているところかな、うん、なるほどっていうパターンになられたというと V2 からね、はいはい、ということで、見ていきたいんですが、こちらがドセンターです、縦糸のA という距離と横糸の B という距離を測りました。掛け算すると正方形に四角形になります、うん、面積が一番広いのが一番色が濃いです、ブレードが一番広いです。こうやって見るとちょうど中間ぐらいかな、グラッシュは。そうですね、はい、でグローメットホールはダブルホールと言ってるけれども、うん、T ファイトはクラシカルホールだけども、それ以外のメーカーはもう大体普通がこのサイズ、うん、はいはい、だからもうダブルホールっていうか、まあ、なんだいたいこの感じ、うん、はい、約4ミリ弱ぐらいがあるのかなっていうところで、ここは大きな差はないんですが、ここが3番目ということになってきて、これがじゃあ何なのって言った時に、たわみ量で、表現しましょうということになります、ラケットを寝かせまして上からグーッと押します。ボールをグーッと押していった時にどこまでたわむかということを見ていただきますと、こんな感じです。グググググググッと押すと、はい、いずれ触れますけども、エレベートが一番大きいんですが、ここ3つあんまり差がないですね。そうですね、はい、差がないこのブーン、ブレード、クラッシュ覚えておいてください。さっきの表に戻りましょう、うん、ブーン、うん、クラッシュ、ブレード、はい、だから1、3、4ですよね、はい、だからこれで見ると1はブレードもうちょっとたわんでいいんじゃないの、うん、って思いますよね。まあ、そこは今後紐解いていくんですけれども、一方でエレベート2番目に面積が大きいからかもしれませんが、非常にたわむというところですよね。はい、大丈夫かな。はい、で、スピンのためのテクノロジーは特にはございません。衝撃性、これ先ほど言いましたないです。その他のテクノロジーとしては、まあ、プラスチックで使われている部分、エンドキャップとバンパーが植物性由来になっているということなので、はい、横山さんだったら食べれると。お湯につけてコンソメちょっと入れれば、まあ、僕はどちらかというと肉とかの好きなの動物性とか好きなの、はい、そんなものを使われて SDGs を考えておられるというところになります。はい、ではいきましょう。細マッチョスペックハイブリッドラウンド型のパワー順位でございますが、おそらく1位はまだやってませんがブーンプロ、2番が T ファイト、3番がエレベート、4番がブレード、5位がクラッシュ、まあ、これは変わらないと思います。はい、今はまだブーンとエレベートとブレードやってませんので、うん、T ファイト305とクラッシュの位置関係だけこれで確定です。はい、T ファイトの方がブレードより、クラッシュよりもパワーはあると思います、うん、はい、これはしなりがやっぱり非常に大きいので、うん、ということですね。で一方で、スイートエリアのサイズを見ていきましょう。これは1番クラッシュです、うん、先ほど言いましたように格差はなくなってませんけれども、やっぱりこれが大きい、うん、というところと、たわみ、面圧に関しては、まあ、2番手ぐらいですね、全体の中でいくと。そうすると合算していくと、スイートエリアサイズは一番広く感じるんじゃないかなと思います。はい、で、おそらくエレベート、ブーン、ブレード、T ファイトじゃないかなというところで、T ファイトは、スイートエリアが狭いというよりも、甘さがそんな甘くないけども、均一化があると、うん。これを前も言ったように、真ん中じゃないところの面圧を測れば、もしかしたら、T ファイトもう少し高いところにいてもいいかもしれないというところになりますが、公平な条件下として、まあ、ここにで打ってるという前提です、はい、いろんなところで打つ人もね、うん、T ファイトいいかもしれないというところですけども、はい、そしてスピンに関しましてはこのような順番になっているというところで、何度も言いますけども、クラッシュと T ファイトの順位だけはこれで入れ替わることはありません、はい、近づくことはあるかもしれませんが、入れ替わることはないと覚えておいてください。はい、
クラッシュ、非常に特徴のあるラケットで、ハイブリッドラウンド型フィーリング系の細マッチョスペックというところに位置付けさせていただいてますけども、うん、やっぱり面白いよね、うんうん、他にはないというのが私の独自分析解説の結果ということでございまして、今ね、お店にも在庫もしっかり揃ってるということを聞いてますんで、うん、だからこそ S をなくしてほしくなかったっていうのはすごくありますけどね。そうですね、はい、特にね、はい、うん、だから今の中でもすごく特徴的で、うん、スピンのテクノロジーのとこだけがなかったりするんで、うんうん、まあいらないよって言われればそれまでなんですけどね、うん、ただこれだけやっぱりウッドのように柔らかいと私もずっと言ってきましたけども、うん、それぐらいのラケットなくせにねじれないことは今回も明らかになったと思いますので、うん、ぜひぜひ、はい、試していただきたいなっていうところですね。そうですね。始めましたのが去年の去年、ね、2月か3月、はい、V2 がね、はいはい、ぜひ今一度皆さん注目をしていただければと思いますということで今日は、はい、はい、テニシューブ、今日短いかな？天気ですね。ちょっと短い。いやいや、もう普通じゃないですか。はい、わ、はい、かりました。はい、ということでございます、はい。はい。はい。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では皆さんさようなら。さようなら。